フレッド・ホイールフレッド・ホイールは、イギリス・ウェスト・ヨーク・シャー州、ブラッドフォード出身の天文学者、SF 小説作家。元素合成の理論の発展に、大きな貢献をした。研究生活の大半を、ケンブリッジ大学天文学研究所で過ごし、同研究所所長を長年にわたって務めた。ホイールの初期の論文では、人間原理が面白い、使われ方をしている。 構成内部での元素合成の経路を明らかにする過程でホイールはヘリウム原子核3個から炭素を生成するトリプルアルファ反応と呼ばれる核反応に注目したこの反応が働くためには炭素原子核がある特定の値のエネルギー順位を持っている必要がある宇宙には多量の炭素が存在しておりこの炭素を材料として地球上の生命は存在しているがこのことは トリプルアルファ反応が実際にうまく働いたはずであることを示している。この考えに基づいて、ホイルは炭素原子核があるエネルギー順位を持つと予言した。これは後に実験によって裏付けられた。この状態は、ホイル状態と呼ばれる。ホイルの共同研究者であるウィリアム・ファウラーは、1983年、スブラマニアン・チャンドラ・セカールと共に、ノーベル物理学賞を受賞したが、 ホイルのもともとの貢献は何らかの理由で見落とされた。ホイルのような著名な天文学者の業績が受賞の対象とならなかったことに対して多くの人々は驚いた。ファウラー自身もノーベル賞受賞時に寄せた略歴の中でホイルの先駆的な仕事を以下のように認めている。ホイルはエドウィン・ハップルによる宇宙防衛の発見については異論を唱えていないが、 観測結果の解釈については同意しなかった。コイルは第二次世界大戦中にレーダーについて共同研究を行ったトーマス・ゴールドとヘルマン・ボンディと共に宇宙は定常状態にあると主張した。この定常宇宙論では宇宙はビッグバンによってある時点から始まって爆発的に膨張しているのではなく新しい物質が絶えず生成されることが 宇宙防潮の原動力となっているとする。皮肉にも宇宙に始まりがあったという考えに回帰的だったホイールが、ザネーチャー・オブ・シングスという BBC のラジオ番組の中でジョルジュルメートルのモデルをディスビッグバンアイディア奴らは宇宙が大きな爆発で始まったと言っていると苦労するように呼んだのが始まりである。この発言を聞いた、 ビッグバン理論の提唱者のジョージ・ガモフが面白がって使ったことからビッグバンという言葉は広く使われるようになったとされている科学記者情報ガンの取材によるとホイルは髭下する意味は未人もなく番組聴取者に向けて何か新鮮な表現はないものかととっさに思いついたのがビッグバンだったと気まずく述べており命名者として特許を取得しておくべきだったよと悔やんでいる胸を 明かしている。その名の通り爆発的に用語が一般認知、定着するが、それ以前の天文学者らの間では、フリードマン宇宙論として語られていた。同番組のテキストは1950年に出版されている。この定常宇宙論の連続的物質生成説では、ある種の物質創生上の存在を仮定している以外、新しい物質の出現については何も、 説明していないが、これ自体は、宇宙全体が、無から生み出されたという理論と比べて、不可解者は似たようなものである。最終的には、宇宙マイクロ波背景放射の発見によって、天文学者の間ではほとんど全会一致で、ビッグバン理論が受け入れられているが、ホイル自身は定常宇宙論を生涯捨てることは、なかった。ホイルは、晩年、生命の起源を自然主義的に説明する。 科学進化の理論を頑強に批判した。チャンドラ・ビクラマシンと共に、ホイルは生命は宇宙で進化し、排出によって宇宙全体に広がったというパンスペルミア仮説を、と泣いた。また地球上での生命の進化は水星によってウイルスが絶えず流入することによって起こると主張した。1981年4月に出版されたエボリューションフロムスペースという本の中でホイルは、 最も単純な単細胞生物に必要な酵素がすべて作られる確率は 1040...00 分の1であると計算した。我々の宇宙に存在する原子の個数はこれに比べるとごくごく小さいため生命が誕生したとされる原子スープが宇宙全体を満たしていたとしてもそのような物質が作られる機会はないとホイルは論じた。ホイルは以下のように述べている。ホイルは 最も単純な単細胞生物がランダムな過程で発生する確率はガラクタ置き場の上を竜巻が通過しその中の物質からボーイング747が組み立てられるのと同じくらいだという悪名高い比較を述べているホイルはまた単機能のタンパク質がアミノ酸が偶然組み合わさって生成される見込みは太陽系全体に埋め尽くされた盲目の人間が 同時にルービックキューブを解くくらいありえないとも述べている。ホイルは1950年代に BBC で天文学に関する一連のラジオ番組に出演している。これらの内容はザ・ネイチャー・オブ・ザ・ユニバースという本にまとめられている。またホイルは数多くの一般向けの科学書を執筆した。SF 小説も執筆しており、科学者としての経験、知識を活かした作品が多いが、 そうでないものも書いている。代表的な作品には暗黒成分やアンドロメダの A、時間に関する施設を織り込んだと言われる、ハード SF、10月1日では遅すぎるなどがある。1957年にホイルは王立協会の会員に選出され、1972年にはナイトに除せられた。ありがとうございます。